3歳の女の子の女子です偏差値の低い親でも子供を塾に入れると他にどのようなことを勉強させればいいのでしょうか。 子供への無限な可能性を信じたいです。ご教授お願いいたします。そうそう、で親の偏差値とか関係ないですから。全然関係ないで、ね、学歴も何にも関係ないんですよ。やっぱりね。あの、でも、だ、だ、塾に入れて、お任せっていうのはもう、ダメなんでね。それは偏全然。高がある方が低くらいのが関係なくて。やっぱり子供に。基本的には、やっぱり受験で王道があるので。あの基、基礎学力をつけて、そして、まあ、塾に入れるっていうことですよね。で、塾に入れたら、塾のサポートを必ずちゃんとするっていう。 まあ自分のお子さんが何が苦手か何が時間かかって何が得意かっていうのをこう見極めるにはやっぱ早め早めにやっぱいろんなものをさせないと間に合わないっていう。 ことなので、まあだからあのお母さんが例えばあの例えばね高校高卒のお母さんだって大学をいい子供受けさせようとか思ったらあの大学受験してないわけだから知らないでしょ。で知らないことをさせるってなかなか難しいんですよ。だからまあその前にお母さんが大学受験どうやったらいいのか、いつまで用意したらいいのかとかいつ,いつからね用意したらいいかとか何をしたらいいかとかいうことはね、まあちょっと本読んだりとかねそういうことで前もって自分の知らないことは知っておくっていうことが必要ですよね。で中学受験をさあのされてなんか。 だったらお母さんはまあ中学受験についての本をたくさん読んだ読むとかねそういう情報が大事かなだからそのお母親の偏差値は関係ないけど情報を集めてちょっとこまめにこの子どうやって育てようかなっていうことはねちょっとねまめに考えてみてくださいねそれだったらもう大丈夫だと思います